でもこれは世界で最初の初めての経験だったので、照射して病院へ見に行きますと、こういう皮膚を壊していつもダラダラと流れてた血清の浸出液がですね、明らかに減ってる。 BMCT をやるともう48時間後に顕著にですね、縮小しているということで、私も血栓治療を今までも長いことやってきましたけれども、経験することのなかったような変化でありました。X 線治療、あと陽子線治療はですね、この20年間で非常に進歩しまして、正常組織に優しく腫瘍に効果的な治療ができるようになってきましたけれども、 BNCT はさらにそれを細胞レベルでですね、実現可能とした治療で、正常組織により優しくですね、腫瘍細胞のみを選択的に破壊できるという優れた利点がある。BNCT 治療が他の X 線治療と一番違うところ、それは包装薬剤を腫瘍に取り込んで、その状態で中性子を当てます。そこでの核反応、新たに発生した放射線で中から腫瘍をやっつける。どうしてもエネルギーが若干低いんですよね。例えば X 線で補うとかということもやってましたけども、やはりもし可能ならば中性子そのものの線量で十分な量を稼ぎたい。中性子が照射された部屋なので放射化ということが避けられないということで、照射室の中での作業を少なくする。レールを使った自動搬送システム、完全なセッティング。学内の敷地内にございますので、他の診療科からの紹介をしやすくなるということと、患者さんも気軽に治療に来ていただけると、通常の X 線治療と同じような感覚で治療をお受けいただけるというふうに考えています。一緒に乗り越えてきたわけですから、そして世界のリーダーのところに立ったわけですから、開発のリーダーとしてやっていけるというふうに信じています。